東部の教育機関としてタイの知的財産となる価値ある人材を育成する場です。本校はセンガーベール財団の経営方針に基づき学校経営を行っています。道徳を導く生活を謳うセンガーベールの思想者であるデウルス・マーリー・ダンモットの思想を用いてラーボ・オムニア・ヴィンチ努力は成功につながるをモットーにしています。本校は生徒たちが良き社会人、知識、道徳、論理、礼儀、幸せな生活ができることを満たした良質の大人の育成を目指しています。本校はタイ王国教育委員会の全国教育水準質評価局より認可を受けています。そして私立教育委員会より教育の質が認可されています。その他に国家汚職防止委員会より教育における道徳・倫理の促進活動賞を受賞しました。学校内外の環境面ではどこでも学べる場を整え、多様な学びができる設備や環境を整備しています。敷地内には人工芝生の競技場、バスケットボール会場、基準に満たしたプール、陸上競技場、バドミントン、セパクタクローの競技場といったさまざまな運動会場が整備されています。また自然環境面ではハーブ園、動物園もあります。日陰が多く涼しい環境かつ安全の下で500来余りの規模を分け、生徒たちの知識および職業能力により良い発達を促すために校舎の棟は学級ごとに分け、その中にジョン・メリービルディング、小学生用校舎、幼稚園校舎、イングリッシュプログラムの校舎、音楽・スポーツ特別活動センター校舎、そして最新教材を揃えたさまざまな学習室、食堂は清潔かつ栄養のとれた料理が食べることができ、2階に大規模な図書室があります。テオ・ファンとラファエルという正規学生の寮。本校の学校教育について時代の変化に合わせたカリクラムを開発し、生徒がグローバルな社会に生き抜くための教育開発をすると同時に、教師の継続的な成長を促進するために最新技術を用いて授業に取り入れています。我々はさまざまな教育カリキュラムを用意しています。例えば IPE カリキュラム、あるいはインテグレーテッドイングリッシュプログラムと呼ばれる英語の授業で週に7時間行い、授業内容をコラボレーションし、生徒が効率的に英語能力を活用できるようにします。 SEP カリキュラム、あるいはスペシャルイングリッシュプログラムといった中学生のみの英語教育で、週に11時間ほどネイティブの外国人教師により授業を行います。 MLP カリキュラム、あるいはモーダンランゲージプログラム
という国語、社会、保健体育の科目を除いた全科目を外国人教師が対応する英語教育です。高等部においては生徒がそれぞれの自分の得意分野に沿って学習分野を次の通り選択できるようになっています。理系数学、文系数学、文系英語、文系日本語、文系中国語、文系スポーツ、英語、数学、理科、社会という科目は補習科目としてセンガーベール協会の英語教科書を使い、外国人教師による授業を行います。それと中国語を第三言語として学べるように提供するほか、生徒の思考力を養い、技術的な創造力を促進します。高等部の学習成果をより高くするために、我々は生徒の創造力および分析力による統計的な問題解決に力を入れており、例えば ASMO、TEDET、IPST、大国教育省科学技術教育復興研究所、国内外の大会への参加を促進しています。また知識面および職業面の能力を高めるため、美術、音楽、運動面と触れ合う機会を設け、専門家を招き、 ACS スポーツアカデミープロジェクトは、スポーツ選手やサッカー選手になっていくというスポーツに非常に関心を持つ生徒を対象とした活動です。アサンプション学校シラチャー校は、生徒の生活の質をゼン・ルイス・マーリー・ラ・モンボットの思想にかなうために、発展と促進とともに行い、創造力および思考力を促し、リーダー的および自尊心と総合の受け入れおよび尊重する心を持ち、助け合い、公共心、社会への責任を持つように育ちます。我々は下記の学校の願いに通り、生徒たちが国の良き社会的資源の若者になっていき、社会の役立つ大人になり、幸せで共に生きる良い人材を育てる立場の一員となるよう目指しています。我々アサンプションシラチャーは、宗教の道徳に満ち外れせずに、人間の価値観、尊厳を重んじ、美徳かつ学力の優秀的な、そして社会への責任感をしっかりと果たす学生を育成します。